続きまして、ジュリケンファイル050。タクシー。年の瀬のこれからは深夜のタクシーは捕まりにくくなりますというほどに街が盛り上がればいいんですが、不景気風の師走、今年はどうなんでしょうか。ジュリケンのお二人はタクシーの運転手さんとはちゃんと仲良くしてますか、というタクシーの話題私は最近あんまりタクシー乗ったことないんですけど、昔乗車拒否いっぱいあった時に、うちの社長が銀座から六本木まで、一枚見せて、600円って言ってたの、たらバーッとタクシーってタクシー止まって、で乗ったのね、で六本木の交差点の一番の交番の前で降りて、いくらって言ったら、俺1万円って見せただけだよこれいいな。しかも交番の前だからね、文句言えないって言うんだ。ああ、なるほどね。きつくなったいい方法だけどね。うん、確かそうですね。私もこれからやろうかな。でもヒラヒラさせる一万円札がないっていうのがあるけどね。何言ってんの。なんかタクシーのエピソードってありますか。でも昔ね、あとね、地方行って、東北の地方行った時に、ドルスターズ5人でこう乗ってくるんですよ。で、イカヤさんとマネージャーとか、で、中本さんと高谷さんと、オートカートさんと仲いいから、ってなってた。だから無線で、こっちだ、こっちブーだ、ブー。こうやってブーって、こうやって、とかって、無線で聞こえてんだよね。聞こえてんだよね。そっちは、こうやって感動で私攻めてきんだ。そう、東北とか行ったら、何言ってるか分かんないよね。分かんないね。鹿児島弁とかね、東北、青森あたり行ったら、もう何喋ってるか、何言われてるか分かんないよ。だから、これも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 、本当外国語だよ、あれは。少し詰まった無線の音でね。おかしかったな、でも。こっちブーだ、こっちブー。ブーとこうやってだから、とかって。喋ってんだよ。すごい嬉しかったんですよね、でもね。なるほどね。ね、本当に。それとか、食事にコンサート終わった後行くでしょ。そしたら、そうやって乗せて連れて行った場所を分かってる運転手が、今度は会場戻って、お前、今行ったとこ知ってるんで、で、って、ファン乗せて、出てきたらいっぱいいるのよ。すごいよ。何回往復したんだろう。教えちゃってんだ。そう。すごい儲けましたね。それって嫌だよね。すごい嫌ですね。だから最近、その店の前で降りないようにしてて、ちょっと歩くようにしてる。昔ね、タクシーって言えばね、付き人やってる頃にね、2人だったのね。で、その頃月、もらってるのが4500円、月に。で、食えないんですよ。で、2人でメンバーのユニフォームとか持ってて、雨の日に新宿から乗ったんですよ、代々木まで。で、俺が最後乗ったらね、ちょうど真下にね、1万円札らしいものが四つ折りにして置いたんですよ。落ちてんの、下、床に。あれと思って、まず足を押さえて。押さえて。で、ほら、相棒に見つかったら分けなきゃいけないじゃないですか。あ、もう、独り占めしようと思ってた。相手は先輩だから。ああ、ますますあげるよ。下手すると、全部取られちゃう可能性がある。鍋振ってね、少し濡れてんのね、一枚札が。ああ。で、ドロップついてんのね。あれもしかしたらなーって足を振れて、で、自分で、くしゃってくしゃみ振るして、ふっと拾って、一枚札を。で、向こうついてみたの。トイレ行って。1万円だった。これは大きかった。嬉しかったでしょうね。でも本当は届けないといけないんですよ。そうなんですよね。まあ1万円ですからね。もう30年前だから。だけど、タクシーでなんか物を忘れると、まず出てこないね。ですよね。よくね、昔カセットのまだ、ウォークマンとかがでっかかった頃、そっち忘れるのよ。絶対出てこないな、ああいうのって。後ろの座席に忘れると。乗った人が欲しいもんだったら絶対持ってくっちゃうんだよね。ああ、そうですね。あとね、後ろのシートたまにこう指入れてると、いまだにその癖になるんですけど、小銭があるんですよ。小銭ね。隙間真ん中の。シートの、とか、後ろと横の下のね、間にね、隙間あるのよ。あそこに指入れるとね、結構ポケットから落ちるんだよね、小銭が。今タクシーの中で聞いてらっしゃる方、さりげなーって触ってる感じですよね。指入れてるよ。そうそうね。なんかそんな感じだよね。へー。でも最近女性のね、運転手さんとかもね、増えましたよね。増えましたね、もう随分ね。やっぱりいいのかね。女性が乗る分にはすごく安心するってありますよね。あ、それはあるね。一対一だもんね、室内同じ室内でね。深夜タクシーの場合はね。また近いところだとすごく恐縮しちゃったりとか、近くてすいませんって思ったりとか、ね。そう、態度悪い人いるからね、そういう時ね、運転手さんのもね。
本当はね、うん、そういう人少数かもしれないけど、私もいきなり乗って近くてすいませんって乗ったら、がっかりだって言われたことありましたから。それもな。ねえ、そういうのもあるしね。喧嘩なっちゃうな、それなら、すぐ。降りるよ、みたいな。でもね、逆にね、なんか、温かいコーヒーくれたりする人もいれば。ねえ、うん。そうそうそう。だからね、大阪はどうだから、夏に暑いの入ってきたら、すぐおしぼり、冷たいおしぼりを用意してたのね。それすごい気持ちいいね。あ、いいですね。うん。うん、けどね。キャンでくれる人がいるね、横浜にね。あ、そうですか。いいですね。飴玉を。いいってね、これから飲みに行こうっていうのキャンでもらって、ポケット膨らんで、その、わしづかみ。わしづかみにしてくれるんだよ。おいとか名がいると、はいはいって、ありがとうございました、ありがとうはとか言ったり、二人で乗ってたりなんだけど、キャンで、口飲み行くだし、うん。これからさ、ビールのまで、水も飲んでないのに、なんでキャンで飲まなきゃいけないの思うことはあるね。あ、まあ、いろんなタクシーがありますが、ね。じゃあここで一曲お送りしましょう。もう発売されました。ケンケンで銀座あたりで銀銀銀。